ナイス、ナイスね。あフレイバージャパン、はい、フレイバージャパン TV ウィングです。リッセイだよ。はい、今回ですね、伝説の B-Boy たちを解説、リアクションしていく動画を撮らせていただいているんですけども、今回は、日本人、B-Boy、あつき。あー、いいっすね。はい。はいはいはい。あつきくんはですね、早稲田ブレイカーズに所属する B-Boy で、また別の活動でですね、RAB、エンタメのリアル秋葉ボーイズ、オタクなんだけど B-Boy もガチでできますっていうすごい面白いグループをやってるんですけども、はいはい、まあ、そこのねグループにうちのドラゴンやケータも所属してるわけですけども、ダーリン、はい、ということで今回ね、いろいろあつきの現役時代の動画をたくさん集めておりますの で、ちなみに僕もまだ見てないんですよ。おなんかちょっとそれ見ながら懐かしさにも浸りながら、あつきくんは僕86年世代なんですけど、1個下の87年世代の B-Boy なんですけど、あつきさんはどういうイメージ？ずっと有名なイメージで回転忍者で見て、そこからなんかちょっと見なくなったというか、って感じかな。そしたらめっちゃ YouTube とかでエンタメとかでバーンってね、っていう方です。はい、じゃあ見ていきましょう。お願いします。このなんかスウェットのイメージすごいあるよね。あー確かにある、確かになんだっけ、ゲンゴロウバスターズっていうチームだった気がする最初。そうなんだ。うまい、ね、ヘッドうまっ、すごい。あーこのネタあったわ。ちゃんとパワームーバーだね。楽しい。浜松の B-Boy たちで組んだチームが多分そのゲンゴロウバスターズ。へー、もともとね、あこれこそこれじゃない、これイメージ、これほら大輔と辿ってる、懐かしい。結構パワースタイルクリエイティブで全部できるってイメージ。ネタ数も多いイメージ、めっちゃネタ多い、体力もあるイメージある。すごいよね、すごいパワーもできて、なんかその僕はあれで賢い動画出てるんですけど、クリエイティブある、あもうこの時は回転忍者ですね。2007年 B-Boy 商店街、いいショー、いいショーね。まだ出たことないから出てみたいんですけど、俺も出たことない、ね、アクロもうまいんだね。てかアクロうまいわ、アクロも。昔シューマンのムーブ返しとったわ、返してたわ、胸バックしてたわ、胸バック返してたわ。あとバッテンカシャンもやった、やってた。なんか俺の中でアツキのフットワークってちょっとなんかウエッティさんとかアツキのフットワーク感もあるなって思ってて、なんか日本のオールドスクールをちょっと感じさせるなって正直なんかちょっと思うんだよね。おお、これボティだね。ボティ2008、回転忍者で行った時の。ピシッとあるね。T シャツが可愛い。わあ、B1 2008。これ多分インクラインで出てる時だ。あ、そうなんだ。多分相方、ほらテツさんだ。あ、本当だ。フルスロットル最初の。はいはいはい。102。102。あつきさんもなんかイメージで言うとキャラクターがコミカルチックな明るいイメージなんですけど、ムーブがかっこいいよ。あ、かっこいい。ムーブかっこいいよ。結構シルエットのこだわりは見える、ね。あ、このあたりからこれめっちゃバズってたんだよ。でこれで、そうな、これで確かこの動画でニコ動とかでバーンバズったんだよね。はい。新しいもん、2009年でこれやってんだもん。そう、まあでまあ、ここから RAB 盛り上がって、はいはいはい、そうラッキースターが流行ってた時に、そうこれ多分B賞の普通に厚み関係ないショーケースに乱入したみたいな感じだった。あ、そうなんだ。懐かしい、ラッキースターさんやな。これシルバーさんの影響で見てますよ。これなんか格好もなんか B-Boy してるね、この、してる、してる。おお。おー、はい、あーでこの辺が結構パワー以外の多分2010年ぐらいが結構こういうオリジナルのフロアとか、スレッドとかね、オムロスケマスタースレッドとか、ナイス。あ、これアツキスペシャルや、アツキスペシャル。はい、他の企画でやりましたよね。お、なんか珍しい格好。NBL ナショナルチャンピオンシップ、これ海外か、海外だね。海外ですね。でも回転忍者、あ、リュウジじゃない、後ろに。あ、リュウジさんだ。色
いろんなところで見るね、なんかチームモンス経験値、経験値やっぱ高いね。いすごいわ。ナイスナイス。ああ、ミュージカリティもやば、ミュージカリティもある。うん、突き刺さった。これ、朝シーかな。あ、朝シー、朝シー、朝シー。うわ、B-Boy中毒懐かしい。これ、これ、これ、どうだぞ。ファンズやし、あれ、ヒカルさん。あつきスペシャル。お、コッシー、コッシーヒカル、ドラさん、ドラゴン、やば、おもろいね、やば。ナイス、ナイス。この時リロッサが出てたわ。そうなんだ。多分、確かそう。おもろい、おもろい。はいはいはい。あ、もう今となったらシグネチャーですよね。うん、このね、スレッドとかあのコヨンボンボンってやつを何人がパクったか。間違いない、間違いない。影響受けてすごいよ。僕の地元にもいましたもん。いた、影響受けてる。うん、いたいた。あ、そう、フェイクだね、フェイクドロップみたいな。あ、これ、あ、もう僕ファン入ってる時や。そう、これだって対戦相手うちらじゃない。早稲田で出てる時は好きやね。うん、声は抜いてる。てか、エアドモス普通に使ってる。おー、でもこの辺からアフロヘアになってる。うん、意外と最近なんやね。なんか、ヒカルのなんかイメージなんかあったり。意外と最近なんか、2012年UKB めちゃめちゃの関東の決勝。懐かしい。え、今のネタめっちゃいいな。うん、はい、おお、指ネタ楽しい。見てると初ページになってんね、全部。うん、あ、出た、バトルクライ。これなんていうチームで出てたやったっけ。ナルトジャパン。ナルトジャパンか。ナルトジャパン。あ、でもアフロじゃなかった。アフロじゃなかった。確かね、全然関係ないけど、このバトルクライってイベント、確かオーガナイザーが逃げたとか、なんか途中のヤバいイベントだった気がする。なんか聞いたことあるわ。なんかそうですね。全然あっち関係ないけど。そう、面白い。そう、海外あるあるというか、やばいよね。オーガナイザーイベントの途中逃げるってやばいよ。やばい。全然あっちのこと喋ってないけど。ナイス。あー、ナイス。結構海外呼ばれとるね。ね、すごいわ。でも確かにこのスタイル呼びた、チ、あ、これチェッてよ、チェッてよ、チェッてよ、あれ、なんかネタ名分かったもんね。そうそうそう、すごいわ、すごい。あー、あ、いや、あ、ブッツじゃない、カムさん、懐かしい、ザナズ。あ、オールスタイル、あ、オールスタイルの時だ。カイトさん、カイトさん相手。やばい、やば。耳いいよね。うん、うん、ちゃんと音ハメしっかり狙える。今ちゃんと音ハメチャレンジもう一回やって参加してほしいな。確かに。おお、それおもろいわ。おもろい。俺、ザナドゥの会場であつきとコールアウトバトルしたことあるからね。目の前で、あ、いた、目の前で見せた。あ、ダンカだ。あ、そうそう、懐かしいよね、みんな若かった。おー、ちゃんとこう、あー、カットをこうディスったみたいな、かっこいいね。この部分めっちゃ好き、俺。すごいな、あつきってカイトさんと晴れる。確かにホールスタイルですごくない、やばい。やば、見せ方うまいな。ネタとフリースタイルのタイミングというか、やば。ステーションバザーステーション、夏へ。これディアナかな。あ、ディアナだな。うん、てか対戦相手俺ら。袋。袋だね、袋、袋、袋。相模原 VS 池袋。かやすだ。いや、池袋だ。あ、袋。両親さんいるから。あ、そうだ。そう、池袋一緒に住んでた時に。
この時ここで出てたんだ。これね、ドスコイフェイクね。さすがドラゴン先生、さすがです。セッション、おお、早稲田、次の3だ。あ、ワールドファイナルじゃん。俺らこの時フランスに行っていなかったわ。覚えてる。相手だってエルニーニョとかじゃん、これ。スクワドロン。スクワドロン。スクワドロン。めっちゃ結構いいとこと当たってるね。確かに。いいな、このイベント出たい。俺ね、早稲田でね、この3人で出てる時から好きだった。いや、いいよね。バランスもいいし。なんか、バンドで言うウィーさんと、なんか、ジョフさんとラップスみたいな。あー、わかるわ。なんかみたいな、なんかこの3人なんか好きだった。ジョフさん、そらしろ。すごい。あー、そんなのあんだ。後ろ行くバージョン、これ初めて見た。初めて見るムーブ多い。いや、もう毎回フレッシュ、なんかあっちからあのロックスライトが出るって言ってた。あ、出た、ヒュージョン、ハー腹筋綺麗だ。タイマゾンか。これはあれですね、カリウドですね。オマさんじゃない相手。やば、オマさん。オマさんの鮭か。違う、あ、マロンさん、マロンさん。技名薄い企画風にちゃんとついてる。バキャン。ありがたい技、うん、俺らがもうする必要ないじゃないですか。こっちが、マギ、マギシロ、マギシロ、マギシロ、ちょっと失敗。トランジションのドレミファンション。あ、どんどん、こういうちゃんセットだったセットだったんですね。誰がこの時期にハマったでしょ、このセットね。リアルアキラ、あ、RABP っすよ。初めて見たもん。ああ、こん時やん、こん時、しかも俺やん、これ対戦。しかもオマリーさんから対戦相手俺って、なんか確かに懐かしい。決勝やったね、これ確か。やったっけ。あ、これ決勝、決勝。俺痩せてね。顎尖ってね。尖ってね。痩せます。今度珍しい。おお、面白い。渋谷か。うん、そう、渋谷、渋谷。ライブといえばここでしたよ。僕何回かしか行ったことないですね。2、3回かな。あはははは、ここで終わったね。俺のムーブをね。はいはいはい、なるほど。はい、ということで、うん、面白い、なんかすごい楽しかった。うん、なんかやっぱなんかちゃんと B-Boy の凄さもあるし、うん、クリエイティビティもある中にエンターテインメントが入ってるっていうか、うんうん、なんかそこのバランス感が絶妙に、ね、うん、なんか、うん、結構完璧に近くない、何でもできるし、うん、確かにね、パワー系もできるし、うん、そういうなんかフロアもできるし、なんならフットワークもね、もともとできるからこそこれをやってるっていうところもあるね、うんうん、なんかさっきも言ったけどさ、ウェッティさんとか、はいはい、あの昔の東京のオールドスクールの CC のシルエットだったりとか、うん、なんかちょっと腰ちょっと落ち気味な感じとかもね、なんか、はあ、面白いな。面白い。いや、全然なんか楽しめますね。なんかリアクション動画、まあ普通に解説つながるんだか分かんないけど、普通に面白く見てしまった。うん、うんうん、やっぱそれはね、面白い B-Boy 好きな、その上手い B-Boy 見るとやっぱりテンション上がるんですね。いやでもこんな感じでいろんなね、うんうん、解説とかリアクションしてほしいっていう B-Boy いっぱいいたらですね、どんどんやっていこうかなと思います。そうですね、はい、みんなにもね、どんどんシェアしたいしね、この、うん、この B-Boy はこんなにすごかったんだぞとか、うん、こんなムーブあるんだぞとか、うん、そう、まあ、もちろん今でもすごいんだけども、なんかその歴史を感じられるというか、はい、ということで、はい、こんな感じで、はい、また引き続きやっていきたいと思いますので、皆さん他にやってほしいとかありましたら、まあ、コメント欄の方にぜひよろしくお願いします。ということで、ウィングでした。イッセでした。チャンネル登録、高評価、引き続きよろしくお願いします。じゃあバイバイ、バイバイ。